えー、こんにちは今日は「つれずれ草を読む」の122回になります回数と同じく第122段ですね、えー、前回もお話をしましたけど122を2倍にすると244ですねえー、つれずれ草全部で243段ですので半分の山を超えましてこれからは「 山登りならば下り坂になるわけですけどもあのふっと思うのは健康さんも文の書き方が明確になっているのではないかとこれまでのはなかなかあの意味理解が難しいんですけどもねいろんな省略語みたいなのがあってでどっかぼやっとしてるんですけどもこの辺りに来ますと「おっ!」 これはわかるぞというねなかなかあの文が読みやすくなっていますで私もありがたいんですけどもね、えー、で今回のものも読みやすいそして頭のところにいわば題名のようなことが書かれているんですねつまり何かというともう書いてありますがね人の才能って書いてあるんですよ人にはどんな能力が欲しいかと言いますかね才能があるないじゃなくて 何を人は身につけたらいいのかというふうなことが羅列してあるんですね。で注釈でまあちょっとあの専門的なうん、まあ、4行目にある「陸芸」なんていうのはあるんですけどもどういう分野にの才能をつけたらいいかとそれを語っているわけですけどもね。 それもあの読んでいくとか割と分かりやすい。えー、というわけでこのシリーズというお話をするんですが中身がどうであるという解説をするというよりもどう読んだらどこが読めるかというねつまり区切りをつけたりあるいはアクセントに注意して。 そしてしかもリズムを持って読むためにどうするかみたいなことを中心にあのお話をしています。でこの解説をした後で私が全部通して読みますので解説はめんどくさいという方はこの下に「何分何秒」と入れてありますのでそこへ行っていただきますとすぐに読み,読み声が聞けるというふうに作ってあります。 でこれはですね、使ってますテキスト「つれずれ草は」は、えー、西尾稔さんという方が語尺、えー、をしているあの必要な部分のちょっと注釈を書いてるんですけども全体としての現代語訳というのは作っていませんねそれが気に入ってるんですけどもつまりあの文章の理解っていうのはそれぞれの人が声に出して 読んんでいる時に分かるんだとにかだよくあの文学教室とかいうのあるんですけどそれはあの解釈を講師が語るとその解釈した結果みたいなものを知識としてこう聞き取るわけですけどもね何よりも文学の味わいは自分自身が声に出して読んでる最中が楽しいので、えー、皆さんもこの動画を参考に読んで くださるとと嬉しいと思い思ますでそのための,あの目印をこれから赤ペンで入れるわけですけどもね。というわけでうんやりましょう。で全体見通しまますとね2段落に分かれていますで近頃やっておりますのは切れ目だけでなくてテーマに関するところに線を引いたり。 えー、あるいは山括弧でくくるようなところをね作ってるんですけど特に大事なのはテーマ話題に線を引くことですねはいでは読んでいきましょう「人の才能はこれです」「み明らかにして」ね「み明らかにして」「みというのは読み方かな」 文,を文章を読んで肘、えー、の教えを知れるってここもね「知れる」で山かっこ閉じられるんです文章を読んで肘の教ええ優れた人の教えを知れるが第一だとこれねかっこ一とつけておきます才能っていうのはまず、まあ、あの文章を読んで 書かれていることを理解することだ。まあ、読解力と言ってもいいでしょうけどね。うん、で、次には、これ2番目なんです。手書くこと。手書くこと。手っていうのは書道ですね。筆字ですね。手書くこと。手書くことだと。つまり、読み書きと言いますけどもね。2つ目は書くこと。文字を書くこと。 胸とすることはなくともでなくともがアクセントですこれを習うべし習うべしと読む人もいるかもしれないけどこれを習う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 べし習うと読もうかこれを習うべし習うをといきましょうべしにアクセントべにアクセントですね 胸とするはね忘れちゃいましたけど何かんあ胸やね目的というかな胸多分これ人間の体の胸に当たるんじゃないですかねだからそれをあの例えばあの字を書くことがその商売というかね中心の仕事でなくともというふうなことだったですねつまり自分は書道家になるんじゃなくとも書くことはやっぱできた方がいいとこれをなろうべし でなぜかっていうとそこに追加してあります学問に頼りあらんためなりです学問に頼りですあらんのらですねこの辺の,あのちっちゃなアクセントが大事ですで今ふっと思うのは2つ挙げましたうん文書が読めるっていうことと書けるっていうことねでこの学問に頼りあらん頼りというのはつながりと言いますかね 学問をにつながっていくためには、えー、あらんためなりで1と2の今私の判断では1も2もね両方指してると思いますね2だけではなくてこういう読み方も大事ですね2の後に来たからじゃあ2だけについて学問の頼り言ってるかっていうといや実は1も入ってるだろう読めるっていうことねですからここで言ってるのは読み書きです で意外とその基本となるのはもう700年前の「つれづれ草」から変わらないと読み書きだというねそういうふうになってるで次にときましたね3番目です次に「医術を習うべし習うべし習うべし」やっぱ「ろう」と読もうかな3つ目は「医術」です えー、どんな内容ですかというと「身を養い人を助け」身「身人」ですね中高の務めも「意にあらずあら,あらずはあらずはあるべからず」「意にあらずはあるべからず」「あるべからず」らずらずらずの「かね」で何を言ってるかというと「医術」というのはどうも健康法みたいなものですかね。 自分の体の健康に注意するそれは身を休め医者になるということじゃないどうも人を助けまあ人をちょっと治療するというかね人を何かしてやるであとは中高の務め上に使える勤めるためにも意にあらずは意にあらずはあるべからず医学的な知識健康の知識がなかったら務めもできないよと 次にときましたねこれ4つ目です次に弓い馬に乗ること弓い馬に乗ることこれをね陸芸と言ってんですで乗馬と弓を引くっていうのは陸芸の2つだそうですつまり、まあ、2つだけ挙げてますけどもね陸芸の中にはついでに言っておけば えー、礼儀作法の礼法っていうのがありますね礼法と音楽と、えー、書道計算っていうのを挙げてありますねで必ずこれをいだせりっていうのは弓と馬が大事だというのかな必ずこれを伺う,うべし必ずこれを身につけろとこれっていうのはどれかっていうのはさあどちらでしょう 香川う,うべし7ですけどもね一通りって言ってねだから陸芸全部言ってんのかな礼儀作法とあと音楽もやれよと確かに昔のあの侍っていうのは笛吹いたり何かをちょっと弾いたりするようなことがあったかなビアを弾いたりねそんなことありますねでその次です文いいです もう出てますね文読むこと文っていうのは読むこと書くことで武ていうのは弓を射たりで馬に乗ることはあの武道ですねで意の道でこれはまあ健康の道と誠に欠けてはあるべからずですねこの3つまあ4つですけどもそういうものが欠けたらいかんとでこれを学ばんおば これを学ばんおば、えー、これを学ばんおばいたずらなる人と言うべからずこれを学ばんおばって学べっていうのかな学ばんおば学ばなければかないたずらっていうのは何ですかこれを学ばんおばこれもね一回読んだんですけどねこれを学ばんおバ。えー ひた,たずらなる人という、そうか、陸芸、私、最初読んだときはね、それ全部やるなんていうのは、なんかやたら無駄なことやるよというふうに言っちゃあかんよ、これを学ぶことを、何か無駄なことをやってる人というふうに言っちゃいかんということでしょう、一通りやってもね、一見無駄みたいに見えるけど、それは全部必要なんだと。 次にときましたこれがね5つ目です次に食は人の天なりこれがね天なんです食事というものはうんあのー、そういうことですがね人の食べるものというのは天の恵みであるとかその自然の摂理の中で自分が生きるために必要なものが食なんだというねそういう考えでしょう。 よく味わいを整え知れる人です味わいを整え知れる人ってのはこれはね調理をする人じゃなくて自分がそれをよく味わってそれをちゃんと味わえるっていうことかな味覚でこれはうまいとかこれはどうだというのが分かる人それを大きなる徳とすべしと言ってますね。 でままた出てきます6番目「次に細工よろずに用応し」サイクです細工ですこれは器用さですねちょっとした器用さ自分が生活の中で何かに手を加えてできるということそれがよろずに用応しって言ってますいろいろな意味でその器用さというものが必要なんだ大切なんだっていうねそういうこと言ってますね そしてその次の段落この他のことどもですねいろいろある他能は君子のはずるところなりこれのもねその他のことそんなやんなくていいよと言ってんですでその他のこと実は陸芸に音楽やるとかねあったんですけどもね何を言ってるかというとその他でシーカー シ歌カに巧みに,詩に、シ畜に耐えなるは、耐えだろうね。シーカというのは詩を作った、短歌を作ったり、歌を作ったりすることであると。で、シ畜というのは還元ですね。畜は笛か。で、シっていうのは要するに弦楽器で。えー、これも書いてあるかな。シ畜は16番ですよ えー、還元音楽ですねあ,のあんまり注釈は限定してませんけど「になるは有限の道有限っていうのはちょっとなんか風流の方言ってるっていうんでしょうかな実用ではないというそんなような意味にとりますけどね「君心」これを重くすといえどもね君心、えー、殿様はお前もなかなか大したもんだっていうふうに 好む人からお前は音楽もやるしって言われるんでしょうけどねそういうわけだけど今の世にはです今の世にはこれを持ちて世を治むるの無ですね治ることようやく愚かなるに似たりと言ってますだからこういうような才能というのはあまりこの世には向いちゃいないというね 近頃はあのあの流行らないよというふうな意味ですね。で最後に要,要約をするんですけどね。黄金と黒金って比較してます。黄金は優れたれども、黒金の焼大きに。約約大きに。 役はねね利益の益です、ね、黒金の薬大きにしざるが厄ざるがの座ですごとしと言っています金は優れているけれどもそれよりも鉄の方が薬大きというとね実用性というか実際の生活についてくるのは黒金の方だろうとそういう比較をしているわけですなこれも 95%ぐらいの何か理解ができたような気がしておりますそれではえ最後に読んでみますね第122段「人の才能はみ明らかにして肘の教えを知れる」を第1とす次には「手書くこと」 胸とすることはなくともこれをなろうべし学問に頼りあらんためなり次に医術をなろうべし身を養い人を助け中高の務めも意にあらずはあるべからず次に弓い馬に乗ること陸芸にいだせり 必ずこれを伺うべし。文、武、意の道、誠に欠けてはあるべからず。これを学ばんおば、いたずらなる人と言うべからず。次に、食は人の天なり。よく味わいを整え知れる人、大きなる徳とすべし。次に、細工。 よろずにようをおうしこのほかのことども他能は君子のはずるところなりいかに巧みに四くにたえなるは有限の道君心これを重くすといえども今の世にはこれをもちてようを収むることようやく愚かなるに似たり。 黄金は優れたれども黒金の薬大きに仕かざるがごとし。